D.Wave Systems Inc. はカナダブリティシュコロンビア州バーナビーを拠点とする量子コンピュータ企業である。2011年5月11日 D.Wave Systems は世界初の商用量子コンピュータを歌った D.Wave 1を発表した D.Wave 1は128量子ビットで量子や機能魔指法により最適化問題を解く断熱量子コンピュータである と述べられている。2013年5月、NASA、Google、ユズラが共同で512量子ビット D-Wave2 を使用したクアンタムコンピューティング AI ラボを設立することが発表された。D-Wave2 は機械学習やその他の研究分野で使用されるとされた。D-Wave1 は D-Wave のオリオン量子コンピュータといった 初期プロトタイプに基づいて作られた。このプロトタイプは16量子ビット断熱量子コンピュータで2007年2月13日にカリフォルニア州マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館で披露された。D-Wave は2007年11月12日に28量子ビット断熱量子コンピュータと彼らが主張する製品を披露した。 チップはカリフォルニア州パサデナにある NASA のジェット推進研究所のマイクロデバイス研究所で製造されたサンプルホルダーにマウントされた D-WAVE システムズインクセイチップの写真128クビット超伝導断熱量子最適化プロセッサとして作動するように設計されている2010年6月現在 D-WAVE のプロセッサは 最大128体の超伝導磁束量子ビットを持つプログラム制御可能な超伝導集積回路からなると発表されている。このプロセッサは汎用ゲートモデル量子コンピュータとして作動するものではなく特殊用途の断熱量子最適化アルゴリズムを実装するよう設計されている。通常言われているような汎用型量子コンピュータではなく古典コンピュータでも実装されている。 シミュレーテッドアニーリングをハードウェアで実現し、より効率的に組み合わせ最適化問題を実行するためのコンピューターである。このように D-Wave は量子アニーリングを直接ハードウェア的に実現する装置を開発したが、これは微小な超電動閉回路を基本素子として、閉回路上を超電動電流が右に回るか、左に回るかを利用している。 超電動閉回路上で超電動電流が実際にどちらに回っているかは測定するまで不確定であり、二つの状態の量子力学的な重ね合わせが実現されている。また、演算回路が超電動素子で構成されているので、演算自体はほとんど電力を消費しないという特徴があり、これは通常の計算機との違いの一つである。D-Wave はウェブサイト上で サドクズミ技術文献の一覧を公表している。D-Wave は、ヘイグ・ファリス、ジョーディ・ローズ、ボブ・ウィーンズ、アレクサンドル・ザガースキンによって設立された。ファリスは、ブリティッシュコロンビア大学で起業家コースを教えており、ローズは、同大学で、PhD を取得し、ザガースキンは、博士研究員だった。企業名は、D 波長電動体を使用した彼らの初の、 量子ビットデザインを指している。D-Wave は、ブリティッシュコロンビア大学から分かれて運営されていたが、物理及び天文学科とのつながりを維持していた。D-Wave は、量子計算の学術研究に資金を供給していた、ため、研究者とのネットワークを構築していた。D-Wave は、ブリティッシュコロンビア大学、イエナ公式技術研究所、シャーブルック大学、トロント大学、 トゥーエンテ大学、チャルマース工科大学、エアランゲン大学、ゼット推進研究所と共同研究を行った。これらの研究者は D ウェーブの研究者や技術者と共同研究を行った。D ウェーブの作読済み技術文献の一部はこの時期のものである。一部の文献は D ウェーブの従業員が著者であるが、彼らのパートナーの従業員が含まれるか単独のものもある。 2005年現在、これらのパートナーシップは D-Wave のウェブサイトには記載されていない。D-Wave は現在のバーナビーの郊外に移転する前はカナダのバンクーバーの様々な場所やブリティッシュコロンビア大学の研究スペースで仕事をしていた。2007年2月13日、D-Wave はカリフォルニア州マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館で3つの 異なるアプリケーションを走らせたオリオンシステムを披露した。これはおそらく量子コンピュータ及び関連する設備に関する初の公開実演であった。初めのアプリケーションはパターンマッチングの一例で分子のデータベース内の基地の薬剤に似た化合物の検索を実行した。次のアプリケーションはゲスト間の相性に依存するイベントでの席の配置を計算した。 最後は、数独パズルの解決を含んでいた。D-Wave のオディオン量子計算システムの中心にあるプロセッサは、千葉中の二次元、イジング模型と関連した、特定の NP 完全問題を解くように設計された、ハードウェアアクセラレータである。D-Wave はこのデバイスを16区ビット、超電動断熱量子、コンピュータプロセッサと表現している。D-Wave によれば、 パターンマッチングといった NP 完全問題の解決に必要なアプリケーションを走らせるフロントエンドはこの問題をオリオンシステムに渡す。しかしながら D-Wave はこのシステムが NP 完全問題を多項式時間で解けるとは主張していない。D-Wave の創設者で最高技術責任者のジョーディー・ローズによれば NP 完全問題はどんなに大きく早く 進んだコンピュータを使用しても、おそらく厳密には解けないため、オリオンシステムを用いた断熱量子コンピュータは、近似回を素早く計算する用意とされている。2009年12月8日火曜日、コンファレンスオン、ニューラルインフォーメーションプロセッシングシステムズにおいて、ハルトムートネベンに率いられた、Google の研究チームは日誌画像分類器をトレーニングするために、 D-Wave のプロセッサを使用した。2011年5月11日、D-Wave システムズは128クビットプロセッサ上で動く統合量子、コンピュータシステム D-Wave-1 を発表した。D-Wave-1 で用いられたプロセッサは、理算最適化と命名された単一の数学的演算を実行する。レイニエは最適化問題を解くために、 量子焼きがましと呼ばれるプロセスを使用する。D-Wave-1 は世界初の商用量子、コンピュータシステムであると主張されている。価格はおよそ1000万ドルの予定である。マタイアス・トロイヤーとダニエル・ライターによって引き入られた研究チームは D-Wave-1 での量子焼きがましの証拠はあるが、古典的コンピュータと比べた高速化は見られないことを明らかにした。彼らは、 d ウェーブ、ワンと同じ特定の問題を解くように最適化された古典的アルゴリズムを実装した。2011年5月25日、ロッキード・マーティンは、ロッキードの最も挑戦的な計算問題のいくつかに適用される量子焼きマしプロセッサに基づいて、ベネフィットを実現するため d ウェーブ、システムズと複数年契約を交わした。この契約は d ウェーブン量子コンピュータシステムのメンテナンス、関連サービス、購入を含んでいる。2012年8月、ハーバード大学の研究者らのチームは、量子コンピュータを使用して、これまでに解かれた最大のタンパク質、ホールディング問題の結果を示した。研究者らは、D、ウェーブン量子コンピュータ上で、宮沢、ジャーニーガンモデルとして知られる、高詞タンパク質、ホールディングモデルの事例を解いた。 2012年初頭 D-Wave Systems は512クビット量子コンピュータを公開した。2013年5月 D-Wave の相談役として雇用されているキャサリン・マクジウッチは最適化アルゴリズムの実行に関する D-Wave の技術と通常の最上位デスクトップコンピュータの初めての比較を発表した。439クビットの構成を使用して このシステムは従来型計算機上の最良のアルゴリズムよりも3600倍、早く100あるいそれ以上の変数を持つ問題を解いた。しかしながら、マクジウッチはこの比較がジェネリックなコンピュータは特定の問題を解くことに特化したデバイスよりも常に性能が劣るためあまりフェアではないことを認めた。この結果はコンピューティングフロンティアーズ2013コンファレンスで 発表された。2013年3月、英国物理学会での断熱量子計算ワークショップにおいて一部の研究者グループが間接的なものに限られるものの D-Wave のチップ上での量子もつれの証拠を提示した。2013年5月、NASA、Google、大学宇宙研究協会が共同でアメリカ、カリフォルニアのエイムズ研究センターの NASA アドバンスと スパーコンピューティングディビジョンに512クビット d ウェーブ2を使用した量子人工知能研究所を設立することが発表された。d ウェーブ2は機械学習やその他の研究分野で使用されるとされた。d ウェーブは当初量子計算分野の一部の科学者から批判を受けた。しかし2013年5月16日、 NASA および Google は大学のコンソーシアムと共に D-Wave のコンピュータが人工知能の創造にどのように使うことができるかを研究するための D-Wave とのパートナーシップを発表した。このパートナーシップの発表に先立ち NASA、Google よび大学宇宙研究協会は D-Wave のコンピュータに関して一連のベンチマークおよび承認テストを行い D-Wave のコンピュータはこれらをパスした。 独立した研究者らは D-Wave のコンピュータがデジタル計算機上で動作する特定のソフトウェアパッケージよりも3600倍早く同じ問題を解くことができることを明らかにした。その他の独立した研究者らはシングルアコアのデスクトップコンピュータ上で動作することなるソフトウェアパッケージがそれらの同じ問題を D-Wave のコンピュータと同等あるいは それよりも早く解くことができることを明らかにした。2007年、カリフォルニア大学バークレー校教授で、量子計算量理論の創始者であるメッシュ・バシロニーは、以下のように批判した。彼らの主張する古典的アルゴリズムに対する高速化は、私の仲間のバンダム・トモスカと私が、ザ・パワー・オブ・アディバティック・クオンタム・コンピューティングで書いた誤解に基づくものと思われる。 この高速化は残念ながら実現することはできず、したがって D-Wave の量子コンピュータが真の量子コンピュータになったとしても、数千クビットまで拡張されたとしても、古典的コンピュータより高速になることはない。カリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授ビムバンダムは2008年時点での科学コミュニティの総意をネイチャーフィジックス市場で要約した。現時点では、 D-Wave の量子コンピュータが古典的コンピュータと本質的に同等かそうでないかを言うことは不可能である。したがって彼らのエラー率についてより知られるまではキャビットエンプトアということしかできない。2011年5月12日のネイチャー誌で D-Wave のチップが量子計算に必要な量子力学的性質の一部を有していることを証明した論文が発表された。 この論文がネイチャーに掲載されるより前は D-Wave のコンピュータは実際に量子コンピュータであるかという証明を書いているとの批判があった。にもかかわらず D-Wave のデバイス内での量子もつれの決定的な実験的証拠が欠けていたため疑問が残された。マサチューセッツ工科大学教授で自称主任 D-Wave 会議論者であったスコット・アーロンソンは当初 d ウェーブの実演はコンピュータの働きに関して何も証明していないと述べた。アーロンソンは有用な量子コンピュータには物理学における大規模な飛躍的進歩が必要であり、これは物理学コミュニティでは発表あるいは共有されていないと述べた。2011年5月、r o n ンソンは見解を更新し、主任 d ウェーブ会議論者を退くと発表し、 2011年2月の D ウェーブへの訪問に基づく会議的だが肯定的な見解を発表した。アーロンソンは D ウェーブに関する彼の新たな立場の最も重要な理由の一つは前日のネイチャーに掲載された論文であると主張した。2013年5月16日、アーロンソンは再び会議的な立場に戻った。現在、アーロンソンは D-Wave のコンピュータが古典的コンピュータよりも3桁高速であるとする結果を拒絶し D-Wave を批判している。1998年に量子アニーリングを初めて提案した論文の著者である西森周年は量子アニーリングについて量子力学を使わない手法に比べて高速化が見込めることが明確に示された年。 D-Wave については、D-Wave 社のマシンが、量子効果を使って動いているかどうかについて論争があったが、ほぼ決着がついていると自身のホームページで2015年、現在主張している。西森周年、量子アニーリングと D-Wave、情報処理学会論文誌55、3。ありがとうございます。